4月19日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反落しています。今日の全引けは68円43銭安の 28,590 円40銭となりました。トピックス東証株価指数も 4.72 ポイント安、 JPX 日経400 48.74 ポイント安とそれぞれ下げています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 25%、 466銘柄、これに対して値下がりが 68% の 1255 銘柄、変わらずが 6% の113銘柄という全引けの構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って軟調な展開です。商いは少ない水準にとどまっています。全引け段階東証プライム売買高が4億3700万株余り、売買代金1兆1118億円、1兆1000億円台前半、1兆1000億円ちょっとということで全引けとなりました。このペースで5番も推移すれば1日として2兆2000億円程度ということでありますので、商いとしてはかなり少ないレベルということになります。今日は朝方買い注文先行してプラスとなる場面も日経平均見られました。最も昨日まで日経平均株価は8日続伸8連騰しておりまして、年初来の高値も更新してきました。8日間での上昇幅1100円を超えたというところもありまして、水準的にも短期の利益確定売り、戻り待ちなどの売りが出やすかったという面もあります。朝方の買いが一巡した後は徐々に下げ幅を広げる展開となり、日経平均株価下げ下落幅が100円を超える場面も見られました。最も主要企業の決算発表などを控えて積極的に売るという動きも限られておりまして、商いは少ない中で下押し目では買い戻し、押し目買いの動きなども入っているということで、全引け段階では日経平均68円安と小幅な下落にとどまっております。今日もし仮に大引け高く引けますと9連騰ということになりますが、どうなりますか。注目される5番の動きです。そういった中で個別で下げた銘柄としましては、重接機器最大手リクシル5938が軟調な展開となっています。こちらは昨日の引け後に全3月期、現在集計に入っております全3月期の業績予想を下方修正したと、業績が下振れたようだという発表を行ったことが売り注文につながりました。逆に上昇した銘柄としましては、電鉄大手、関東の電鉄大手京成電鉄9009が商いを伴って堅調な展開、年初来高値を更新しておりまして、株価の水準といたしますと33年ぶりの高値に上昇しているというのが今日の京成電鉄の動きです。インバウンド上の回復期待、さらには京成電鉄が大株主でありますオリエンタルランドの株価上昇なども刺激になっているというふうに見られまして、空売りの買い戻しなども交えて堅調な展開です。以上、今日全引けの東証アローズからお伝えしました。